皆さんこんにちは、野北教授の YouTube チャンネルへようこそ。いやー、なんか出るみたいですね。何が出るかというとですね、成功のキング成功の復刻版が出るということで、幻のですね、成功の高級腕時計なんですよ。キング成功というと、グランド成功っていう成功の腕時計が今ずっとあるんですけれども、1960年代ですね、キング成功とグランド成功という、こう2つのすごい成功の時計があってですね、でその頃に日本の腕時計が、まあ、世界一になったということで、私ですね、成功の腕時計を1966年、私の生まれた年の成功の腕時計を集めてるんですよ。で、普段はこの成功、マチックを使ってるんですけれども、その他にもこういうふうにいろいろと成功の時計を、集めてるんですけれども、その中でですね、晴れの日、何かの式典であるとかそういう時には何を、使ってるかというとですね、キング成功なんですよ。で、私キング成功2つ持ってるんですけれども、そのうちの、1つですね、2つ持ってて、1つは 44-9990SS というものなんですけれども、それは、日付がついてるちょっと小さめなんですよ。それで晴れの日に使うものは4402-8000番の SS というもので、でそれがこのキング成功なんですけども、文字盤にね、これがついてないんですよ。そうかな、日付はついてなくて、すごくシンプルな、時計なんですけれども、見えますかね、見えますかね、ちょっとこれ難しいですね、見るのがね。なんですけれども、この裏側もこのメダリオンっていうか、こういうのがついてるんですよね。で、この時計の復刻版が、この時計の復刻版が出るということで、詳しくはですね、セイコーの、ホームページを見ていただければいいんですけれども、実は、私それだけじゃなくてですね、これ雑誌があるんですけれども、これ月刊誌なんですけれども、セイコーセールスって言って、この1966年の1月から12月までのセイコーセールスっていう雑誌も持ってるんですが、これね、セイコーの本社が販売店に、使うようなものみたいなんですけれども、それで、これもね、結構ね、眺めて読んでるんですけれども、1966年の5月号を見るとね、福岡博に人気者、セイコーロボットくんが登場とかいうふうなことが書いてあって、明日を作る科学と産業ということで、福岡大博覧会っていうのが、1966年の3月19日から5月の29日まで、5月の28日が僕が生まれた日ですからね、その僕が生まれた次の日まで、大濠公園でやってたみたいなんですけども、そこに、セイコーロボットくんとかいうのが登場したとかいう、そういう記事なんですよ。そのセイコーロボットくんは1964年のニューヨーク万博で、出展したものが来て、それで人気を博したと、まあ、こうその当時のこう風俗がわかるんですけれども、これによると当時のね、このセイコー、キングセイコー結構高くてですね、多分ね、普通のサラリーマンの平均の月収が、1万円とか2万円とかぐらいの時に、それと同じぐらいの、だから月収分ぐらいの、あれがあったんですかね、価格が、価値があったということみたいです。ということでですね、このセイコーの、キングセイコーの復刻版が1月の22日に発売されるということで、
価格が結構するので私はあの、買いませんけれども、この当時の、復刻版が出るということはすごく、成功の腕時計のファンの僕としては非常にこう嬉しいなと、と言いますのも、グランドセイコーはずっと続けていて復刻版も出たり普通のグランドセイコーも未だに売られてるんですけどもクォーツとかも含めてですね、この機械式の腕時計、キングセイコーは、途中で製造中止になってしまって1970年代の初めぐらいからもう製造してない幻の、腕時計なんですよ。その腕時計の復刻版が出たということで非常にこうファンとしては嬉しいなということで、正月すごく嬉しい、話題でした。ということで今回の話は終わらせてもらいます。